車の楽しさはね、なんと世界最高峰の、まあ、世界で一番気持ちいいと言ってでしょうね、その V8 エンジン、こんなにいいエンジンは世の中にないぞっていうぐらい気持ちいいですよね。この8500までも本当に気持ちよく回っていくエンジンで、加速が途切れもなく、いや最高だけど、ドキドキ感も最高だな。ちょっとドキドキしますね。でね、従来の355に比べるとこの辺ものすごいシャープな動きになってるんですね。ちょっとね、正直な話難しい、正直な話すごく運転が難しいんですけど、すみません、これを乗り放した時の感覚、それがもうたまらないんじゃないですかね。いいなぁ、すげえパワーだよこれ。ちょっとこの F アームシステムはガコンとこう衝撃が来るけど、これはパワーがあるせいなんだよ。それにしても乗りやすい、乗りやすいっていうかね、すごいジャジャ馬。すごいジャジャ馬。もうね、本当にフェラーリを欲しいとかそういうんじゃなくてね、いろんなフェラーリ乗ってきて飽きた人、これに乗るべきだね。めちゃくちゃ面白いから、真剣に乗らなきゃいけないフェラーリだよこれ。エンジンが本当に気持ちいい。気持ちいいよね。レスポンスはめちゃくちゃいい。そうそうそう、うん、だってアキラなんか面白いって言うんだもん。面白かった。すごいスポーティーでね、コントローラーがね、よかったです。エンジンがレーシングエンジンと一緒、すんごいレーシングカー乗ってるみたいな。こう微調整っていうのはできないんですよ。2割か3割ちょっと入れただけでブワッとこう来るんですよ。だからアクセル2割3割でお尻がビュンビュンこうコントロールできるんですよ。冷えてる時はね、やっぱりね、相当緊張感がある。ちょっと乗っただけで、そう。だから、その F40 なんか乗ってる人にとっては、ああ、完成度の高い車だな。で、355から乗り換えると、355のつもりでアクセルなんかバーンバーンって振ったら、ふわーん、ガシャーンって終わってる。行っちゃう。でもね、これ街中とか日常に乗っても、すごく乗りやすいんですよ。だからピークパワーさえ使わなければ、下のバンドでこうやってたら、すっごい乗りやすいです。フェラーリで、ね。カウンターが当てられる車ってなかなか今までなかったですよ、難しくて、うん、だからこれはアキラの言うように、ね、難しいけど面白いですよ。見てたら結構綺麗にピャッと決めてた ね。もちろん僕は上手いんですけれども車が良くないとできないんですよ。大丈夫、ね、だから車の本当にベースがいいからああいうことができるわけですよ、うん、タイヤ冷えてたから。タイヤ冷えてた。いやでもね、あれを見てみんなできると思ったら大間違いです。間違いない。それなりにやっぱり難しい車ですから。ということで、36モデナ、これはもう非常に丸ですね。うん。